スリーピーススーツとは背広服の種類の一つ。その名称の通り、すべて同一の布で仕立てられたジャケット、ベスト、スラックスの三つのセットからなる。日本では明治時代以降に伝わった。現在でも三つ揃えスーツとして呼ばれる。現在あらゆる国で着用されるスーツの正当派。もともとスーツといえばこのスリーピースを指した。現在。 ほとんどのスーツはベストがセットされていない、ツーピースであるが、元来スーツというものはイギリスで生まれ、紳士の礼服とされた。イギリスからアメリカへの移民も、イギリスの風習を色濃く受け継ぎ、礼装時にはスーツを着用した。その際も、いずれのスーツもスリーピース仕立てだった。スリーピーススーツ着こなしのレイダブルのウエストコートを着用したバイダブルのウエストコートを着用した。 男性立入りのウエストコートを着用した場合、ワイシャツなどを着た後、スラックスを履き、ボタン式のサスペンダーで釣り、ウエストコートを着用し、その上から上着を羽織る。スーツとウエストコートは、基本的に同じ生地のものでなければならない。好みによって、あえて、オットベストなどの別の柄や素材、織物を着ることもあるが、原則、同じ仕立てのものでなければならないとされる。 例外として腰、胸ポケットを増やしたり、背面に美ンを取り付けたり、襟付きや襟なし、ラペルを変えたもの、襟にフラワーホールを取り付けたものを仕立てることもできる。ウエストコートの背面は通常は動きやすさを重視して、背広の裏地と同様のもので仕立てるが、背広の表地と同様のもので仕立てることもできる。通常は、シングルのスーツに、シングルのウェストコートや、ダブルのスーツに、 ダブルのウエストコートだが、シングルのスーツに、ダブルのウエストコートや、ダブルのスーツに、シングルのウエストコートという着こなしも楽しめる。スラックスは、スーツのシングルやダブルに合わせることは少なく、シングルのスーツに、ダブルのスラックスや、ダブルのスーツに、シングルのスラックスも見かける。シングルのスーツは2つだけ以上の場合は最下部の、ボタンを外すのが正式。 ウエストコートは5つ掛けならすべてボタンを掛け、6つ掛け以上ならボタンが1直線に並んでいる状態ならすべて掛け、最下部のボタンが離れているなら最後のボタンは掛けないで外しておく。カーディガンの場合も同様にする。ボタンとボタンの間隔は5センチ。2つボタンのスーツの場合は第1ボタンを掛けた状態でウエストコートの上のボタンが2個除くくらい、3つボタンの スーツの場合は1個から1個半覗くくらいで仕立てる。ダブルのスーツの場合はシングルダブル問わずにウェストコートを見せない、もしくはウェストコートを着用しないとされている。長年スーツというものに接したことのなかった日本人が明治以降初めて洋装を着始めスーツを着用するようになった頃はこのスリーピーススーツしかなかった。今でこそスーツには様々なタイプがあるが もともとスーツはベストを含めて一式であり、ベスト等を配したツーピースは伝統的なものではない。当時のイギリスにあってはスーツに加え、ハット、マント、ステッキを揃えるのが正当とされ、現代の日本で一般に着られているようなスーツとは大きく違う。日本にスーツが伝わった当初は、スーツの普及も少なく、スーツを着ていた。 日本人はイギリスにおいてのスーツの礼式をしっかりと守った着方をするのが一般的であった。現在でもスーツは基本的に欧米の文化を色濃く受け継いでいるので日本風のスーツという概念は存在しないが日本人の着こなし、ライフスタイルに合わせた形のスーツは多くの日本人デザイナーや服飾店によって開発、販売されている。日本ではスーツは 明治初期は一部の階級のものくらいしか着ることがなかったが、昭和期以降ホワイトカラーに従事する労働者などにも広がり一般化したが、第二次世界大戦頃まではスリーピースが一般的だった。その後、これらスリーピースを簡略化したツーピース、マオカラースーツなどがアメリカやイタリアで開発され、日本にも伝わり普及した。ツーピースは、 現在、むしろ主流とも呼べるスーツであるが、これは誰でも簡単に着られるように作られた簡略化スーツとも、家政党派のスリーピースに伴う例式は継承されていない。現代においては、スーツの選択肢の一部として、スリーピースが選ばれることもあるが、マント、ステッキ、ハットなどを含めることは一般にはない。ネクタイピンは、 ウエストコートがネクタイ止めの役目を果たしているのでつけない。背広以外にも、マオカラースーツのスリーピースも存在する。なお、クールビズの時期においては、ツーピースに比べて、防寒効果の高いスリーピースは不向きとされる。ありがとうございます。